花園天皇は日本の第95代天皇。忌み名は、夫人、伏見天皇の第四巫女。母は左大臣党員実王の女、党員敏子。延京元年8月25日、大覚寺党の選定、五二条天皇が休止したために、翌26日に12歳で、戦争11月16日に即位。在位の前半は父の伏見上皇が、 後半は、兄の御伏見上皇が陰性を敷いた。文法2年2月、大覚寺等の御子地親王に上位。上位後は、皇太子となったおの和人親王の養育に当たったが、その一環として、元徳2年2月、親王を訓戒するために記した、海太子書は、やがて訪れるであろう。動乱の時代に備えて、弁学の必要性があることを説いた書として名高い。 禅宗の信仰に傾倒し、建武2年11月、縁関について、出家、法名を変行と称した。宗法明朝と関山江源を使とし、略王5年1月には、忍那寺の花園御所を寺に、改めて名神寺を回帰している。上は4年11月、花園萩原殿で法御、法三五十二、華道、学問、書道に優れ、 特に和歌では京国派の主要人物の一人で、風川歌集の監修を行っている。日記、花園天皇新記は、新筆の原本が今日に残る。新人部各度教や念仏を欠かさなかった。海大使書と同時期に、和人新納のために表したとみられる。学童の漁記では、その冒頭部で、学問の目的はただ文字を知り、白学になるためのものではなく、 本性に達し、道義を治め、礼儀を知り、状況の変化をわきまえ、過去を知り未来に活用するためのものであるという意味の一文を掲げているが、そこからも天皇の持っていた学問に対する考え方がよく見て取れる。逆に、白学だけを吹聴調したり、風月文章を持って胸とすることを学者の兵として戒める記述が、花園天皇日記には参見する。 戦闘御所である洛成花園の萩原殿にちなみ、生前は、萩原法王と呼ばれた。追号である、花園院は異常による。すべて重要文化財花園天皇ご両領,領は、宮内庁により、京都府京都市東山区淡田口三条房町にある、十楽院城美曽杉に事情されている。宮内庁による形式は延急。埋葬は宝魚の二日後である。ありがとうございます。